しい男の法則が次のページです。初対面なのに趣味が合い、運命を感じさせてくる男は怪しいの法則です。なるほどね。もう思い当たる方は警戒してください。横田ちゃん大丈夫今の彼。いやでも私婚活パーティーよく行くんですけど、大体初対面で趣味があったらもうそこでやっぱりカップル成立するんですよ。そうだよね。趣味は。婚活パーティーに来てる人みんなスパイみたいな感じ。違う、違う、そんなことない。潜入してる可能性あります。いや、いない。いるわけない。どっちやねん。絶対にいない。いや、暗殺されたくない。見て、現実を。